津田君に負けてしまったのでちょっと悔しい面もありますけど、まあ、ジュニアの中では優勝なのでそこでは良かったなと思います。ナショナルは別にタイム差 何秒でも勝つことが重要なんで、はい、無事に終わってほっとしてます。まず一つ100レースでオリンピックでメダルを取るということを掲げてロードと中距離っていう形での結果です。気を引き締めてまたやっていきたいなっていうふうに思いますね。やっぱりこれがゴールではないし、もちろん優勝はかみしめたいけどまだ実感湧いてこないですね。